はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。 K1 王者木村にロール飛んだ天狗についてです。 K1 王者で引退を表明している木村フィリップにロール選手ですが、引退した後の進路について聞かれたところ、飛んだ天狗発言でした。まだ何も決まっていない、ドラフトみたいな形で声をかけられるのを待っている状態だと言っていました。まるで自分がどっかの団体から声がかかるような言い草で飛んだ天狗発言でした。というのも、木村フィリップ・ミノル選手は強いと思われているかもしれませんが、65キロから 67.5 キロに上げようとしても、ジョーダン・ピケオに負け、ノイリ・マサーキに負け、久保雄太に負け、 67.5 では通用しないのが分かっているので、相模オリジナルばりに層の薄い70キロに転向しました。通常体重が72、3キロしかないと言っていたので適正ではありません。しかし70キロではほとんど選手がいないので無双状態でした。その状態で引退表明し、新しい進路に向かうそうです。どっからも声はかからない可能性は高いと思われます。というのも、1のフェザー級では正直ジョーダン・ピケオさえ通用しない状態だからです。もしライジンがカマセイヌとして声をかけたとしても、またワンパンで KO されるだけでしょう。そうなれば奥さんの松本コンチータに慰められてほしいものです。次のニュースです。パンちゃんリナ露天風呂盗撮写真流出です。松尾万内にの綺麗すぎる美女格闘家万内リナが露天風呂での盗撮風の写真を今回も自ら流出させていました。次は自分の寝技の写真を流出させるかもしれません。次のニュースです。 UFC 王者朝倉未来に苦言呈すについてです。元 UFC フェザー級王者レジェンドのジョセ・アルドが、体重を守るのは最低条件と朝倉のミックンの68キロ未来豚級に苦言を呈していました。次のニュースです。朝倉未来反省の毛剃りについてです。朝倉のミックンがいろいろと批判されたのを反省して毛を剃っていました。ただ頭の毛を剃るとそのまま生えてこない可能性が高いので、今回は脇の毛を全剃りしていました。それをマサトさんの動画のサムネイルで全開に脇を上げている写真を晒されていました。キョトンとした面白い写真で脇全開のものを上げられ、マサトさんにおそらくいじられていたのでしょう。今日も可愛いアナゴさんでした。次のニュースです。フェザー級にモンスターが集まるについてです。今回1で活躍していた松島小弓選手が1の契約が終わり、新しいスタートを切るそうです。コロナ禍の状況では国内イベントに参戦する可能性が高く、レスリングエリートで打撃もできるフィジカルモンスターの松島小弓選手はライジンに参戦する可能性が高いのではないでしょうか。こうなれば朝倉のミックンはフェザー級グランプリからスタコラさっさとアナゴ逃げを見せるでしょう。次のニュースです。朝倉海アベマ企画自分はやらないと明言についてです。朝倉のカイピョンがアベマストリート企画は自分がやらないと言っていました。理由は自分を自分で止められないからとのことです。かっこいいことを言っていましたが、ナチュラル体重が70キロもない朝倉のカイピョンこそ勝負論があり面白いのではないでしょうか。100キロ超えのラガーマンや力士との戦いは非常に緊張感があり見ていたいものです。もちろんカイピョンは負けるでしょう。次のニュースです。オギチャンネル家出から帰還です。以上となります。それではさよなら、さよなら、さよなら。